このイベント毎年恒例なんですけど、うん、でね、できればあんまり悪いことをやってる間に起きてほしくなかったんですけどね、またちょっと九州の方で地震起きちゃって、なんつうかな、本当それ自体は残念なんですけど、またこうやってなんかなんていうかな、僕らが、ベネフィットでできて、こうパンクのバンドとかそういうバンドがね、また社会のちょっとした力になるっていうのはすごく誇らしいことなんで、本当皆さんどうもありがとうございます。はい、まあ、少しでもね、僕たちの世界を今よりもいい感じにしていければなと思ってます。あと、まあ、ちょっと恒例行事なんですけど、2階席の皆さん、一応これで今年も僕の役割は終えたと思ってるんで、じゃあ、普段は僕らアリーナの人ありがとうございますって言ってくれた。じゃあ途中から入ってくるんで、ぜひあったかく見かねてあげてください。よろしくお願いします。あと、本当みんなの笑顔のダイブとシンガロングのおかげで僕は若干流血したんで、白い T シャツの人血がついてたらごめんなさい。もう全然はい、実は僕魂にちゃんと納税してて、住んでるの世田谷なんですけど、タマの皆さん、僕、納税してますよ。毎年ありがとうございます。運営の皆さん、本当ありがとうございます。皆さんも最後まで怪我ないように、悪い思い出残らないように、ここで一番の時肩脱臼した人、今日も来てて走りたい、肩うずきとか言ってたんで、皆さん最後まで怪我ないように楽
しんでいきましょう。よろしくお願いします。足痛いよ。足入れたよ。あ、卓球してないから足入れたよ。じゃちょっとやりますね。マイクの電池が切れそうなんで電池変えます。地声でやれ。チェック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 。はい、皆さん2本です。聞こえます僕の声、届いてる、届いてる俺の声。ありがとうございます。はい、あの普段だとあのなんていうの、この太陽の下ライブやる中で僕らすごく申し訳ない気持ちになってて、まあ、ちょっとダークだからなんですけど、今日はあのもっとダークなバンド、この後ミルクカウっていうんですけど、あるんで